今年も結局 B クラスとなってしまったドラゴンズ加賀さん、うん、今年振り返って厳しい言葉で結構ですズバリいかがでしたか全体的に全体的にまずいきましょうかうーんなんかこう勝てるゲームをしっかり勝ちきれなかったとか、はあ、うーん昨年より点は取るイメージがあるけど、はい、その分ピッチャーも 防御率は上がってるはずなんだけど0点台に近いピッチャーだったり1点台とか先発ピッチャーもえー中継ぎ0点台とか言いながら点は入ってるけどなんかこうそれと同じぐらい取られるなっていう,うん、うん、で点は取らない時はピッチャーは取らないなりの投球してなんで取ってくれないんだ、はい、1>, 1点でも取ってくれたら勝てたのにとかます、うん、ほんで3点4点取ったらあらそんな割に3点4点取られてるじゃん。<ら> <laughs> 噛み合わないなっていう,うそういう多かった、ねうん、ううですよね。そこでなんかこう、うん、乗り切れない部分が出てきたのかなって、うん、でねその防御率も逆に上がってるんだったら全体的になんですけどそうでもないっていうところにちょっと引っかかるんですよね。<ー>はい ということは今年、うんはい、その全体の今あ今シーズンの感想を、うん、があったとして一個一個この細かいところを見ていくと、うん、何が足りない何が弱点なぜそうなったっていうところは川上さんとまあやっぱりこの一つ二つの問題じゃないから厄介なのかなっていう分かんないですけどまあじゃあ自分がね、まあ、強かったドラゴンズの時にポツンといましたと。はいはい ね、実際そうじゃないですかマウンドのど真ん中にいて、うんはい、でマウンドにいるってことは例えば僕はライトにいるとかなるとどちらかって言ったら、まあ、ピッチャーを見れるだとか内野の動きを見れるって感じなるんですけど、はい、外野からの景色はそうですね、はい、でもあのピッチャーってことはもう内野に囲まれてるので一つ一つのプレーこれはダブルプレー絶対取れるなとかあこれは無理だけど一つはアウトにできるなとかいろんなことが分かると思うんですけど今年もそういうことを想像しながらね試合を見てましたけど。 案外ダブルプレーも取れそうなあたりなはずなのにどっかでちょっとしたミスが起きてるのか取れてないとか守備の方でもちょっとずつそのなんか見えないこの記録にはない類を出したりとか、うんうん、があったのかなっていう感じがしますよね。はいはい、となると本当に記録データからはなかなか読み取れないちょっとしたほんの ピッチャーだからこそ分かる取れるアウトがうん取れないとかあそこを追いつけると思ったのにうん追いつかないそ<う>っていうちょっとずつちょっとずつのちょっとずつちょっとずつがちょっとがやっぱりドラゴンズってもう大事なのにドラゴンズの戦いとしては。ですよねバンテリンでやるピッチャー有利だ、うん、取れるアウトを確実に取らなければならないという中で、うん、そのちょっとずつのズレっていうのが結果大きくなっていくと。うん、そうだかかからまあ横浜とと巨人とか そそういういチームははよ、まあ、よくやりますよそれはでも勝ちますよっていうのをああそういうマイナス面もありますけど、はい、プラス面は君たち持ってないプラス面持ってるからね我々はっていう戦いのそのマイナス面もそっち寄りに僕らもやってたんじゃないかなっていう感じがする。にしてももあれこのヒットでもう一個いけるよねとかとかなんかいろんなところになんかちょっとこう、うん、いきなりセーフティーバンド失敗してとか。 はい、送りババンンドドセーフティーそうかなんだかこう逆につまらないアウトを与えたり、うん、つまらないワンストライクを与えるみたいな、うん、ほんと細かいところの積み重ねなんですよ。うで広島とか見てて送りバンドも微妙に失敗してるんですよほ<う>案外左バッターがとか、はいはい、ランナー一塁でセーフティー送りバンドみたいなの失敗して失敗して、はい、追い込まれて、はい、結局追い込まれてそこから内ちに行って。 一塁三塁に繋がってるとかヒットなってとかなんで広島こんないい感じいくのとかうわそれ本当にリアルな記録に現れない記録に現れないというかなかなかこう一言で「はい打線が悪いはいピッチャーが悪い」っていうところじゃない細かいとこですね。あとねねやっぱりノーーウトランナは出てるんですすすよそれもごく感じまだけど一塁ランナーステイのままイニング終わったり っていうことも。やっぱり、あの、相手からすると。ジャブのように聞いてこない。これが。あの、ワンアウトから二塁行って、結果的に。うん、まあ、ツーアウト二塁、それ、まあ、終わっちゃった。まだ、ね。 いいんだろうとかもしくはサードまで行ったとかよく序盤でそれを見るんですけど、うん、意外に例えばビジターゲームでも1回の表用意どんのプレーボールでパーンってヒットを打って「おノー取らない1塁じゃんどうすんのえバントエンドラン通るいや打たすどうのこうの」って言ってるうちに「あれ1人アウト2人アウト3人アウトあれ1塁のまま終わってた」みたいなの、うん、よく見た気がする。そうそうそうで何が言いたいかって言ったら、はい、これいちいち指導できないでしょ。 まあこういう雰囲気の時はセカンドなんとなく行くんだよとかこんなあたりでセカンド行ってステイしとくんだよでこう次の内野ゴロのサード行っとくんだよとかいちいちそんな野球ってやらないじゃないですかそれを手取り足取り <laughs> そんなにやらないでしょそれを教えてるのプロで見たことないし,し、うん、アマチュアでもそれって別に監督がああしろこうしろってベンチから言ってっていうのじゃないもんそ、うん、そうそうだけどやっぱりどっかで初球とかになんかミスが起きて。 甘いやつをできなかったりファールにしてしまったりとかして結局追い込まれてなんとか食らいついたけど食らいついたボテボテの進塁打にもならないとかそこが広島との違,いですよ、ね、違うなんかあるんだと思うそこ。なぜか広島のバッターは一二塁からしぶとく抜いちゃってるみたいな。抜いちゃったり泳ぎながらも追い込まれたらもう引っ張りじゃなくて、えー、逆方向に打ってるとか。うん なんかこうちょっとうまく絡んでるのかなんかわかんないけどあったなっていう感じがするかな。となるといろいろ辰波監督に対する采配批判などもあるんですが、うん、もうその采配云々ではどうしようもない個々の能力と言ってしまえばもうあっさりなんですが例えば考えているのか、うん、考えていてもできないのか球際の強さ弱さみたいな本当に。 細かいところといいう細か本当このなんだろう分析しようがないいい、あのー、<laughs> ぐらい細かいところ <laughs> だって僕の例えばねでまあ僕がじゃあ面白い人間とするじゃないですかはい、はい、例えば。はい、で結構面白い人ってこの「あ、ま、とかなんか喋る声のトーンとか、はいはい、とかそういうので今案外面白く聞こえるなっていう人もいれば。はいはい 普通に喋ってる内容を普通に違うトーンで同じことに喋ってたりとかして面白くないなとかもういいかなとかなるんじゃないうん、うん、そういうのと野球もあるんですねそういうのはきっと何とも指導のしようのない間<い>とか雰囲気のとか醸し出すもの、うん、そう多分そういうのがねこれはやっぱりか賀美さん強かった時は、うん、それぞれの、まあ、野手でも投手でも、うん、そこの細かいところがやっぱできてたんですか まあできてたとだから僕はさっき話戻るけどマウンドの中にいた時にああこういうことがなんか一つ一つできるんだとか。はあ、いやいやあのー、まあ,あの実際ねキャンプ中にサインプレーって、あのー、メディアの方をシャットアウトしてあよくある、えーあのー、こっそりやるでしょサインプレーとかそういうサインプレーは一切僕らシーズン中使わないとかね<え>、うん、実際は。 えも<う>川上さんちょっとその話大変興味がありますので、うん、来週よろしくお願いいたします。お願いします